京都金杯ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社上総帥八でございます。こちらね、やっぱ京都のね、まあ最初の重賞、1年の刑は金杯にありということでね、もう1年を、今年の1年のね、思いをかけて、もう生まれワイド当てに行きたいところなんですけどね、予想してたらこんな感じになっちゃいました。まずはね、まあ、ハンデ戦なんで5等ボックスなら大体当たるって感じで行きたいんですが、まず1番の名将新武。結構ね、重賞でもね、掲示板毎回来てるんですね。初の京都、まあ、ワールドエース産駒、その父、ディープインパクトって考えると、まあ、案外適性ありそうな血統なのでね、ここは期待をしてみたいと思います。まあ、そして2番のコレペチトール。まあ、ラジオ日経賞5着ですけれども、ここがね、3着がレーベンスティール、1着が、アラジンバローズだっけ、毎日王冠勝った馬って感じでね、まあ、結構ハイレベルな一戦だったんですね。4歳馬で、そういうね、ハイレベルな一戦を経験してきて、そこまでそのね、あたりと差がない競馬ができているにもかかわらず、まあ、ハンデ金量加算なしでオープンをね、迎えるっていうあたり、まあ、4歳1月1キロ減、金量的にはね、実質1キロ恵まれたと見れば、これは狙わざるを得ない一頭かなと思います。まあ、そして7番のタイムトゥーヘブン。まあ、ダービー強チャレンジトロフィーでもね、差のない競馬ができていました。金量1キロ減なら、まあ、ここは狙い目かなと言えると思います。そして9番のセルバーグ。中京記念はね、逃げ切り勝ち。まあ、重賞勝ちでね、ハンデ57キロで済んだ。まあ、開幕週で、まあ、今回も逃げ優位。まあ、この辺で、ね、狙えるポイントかなと思っています。まあ、そして18番のアベラーレ。前々走重賞を勝ちました。まあ、前走はね、人気でね、伸びきれませんでしたが、まあ、外国人騎手への手代わりというあたり、まあ、今回期待が持てる要素かななんていうふうには思っております。まあ、というわけでね、またいつも通りこういった形でやってますんでね、まあ、ショート動画で今回ね、特に注目、コレペチトゥールに関してですね、メインチャンネルの方でも上がってますんで、チャンネル登録とそれぞれよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。